皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがんと食事パターン乳がん編です。日本ではですね、年々、乳がんの患者さんが増え続けています。乳がんのリスクを高める因子には、様々なものがあるんですけれども、その一つとしてですね、食生活、食事も関係しているというふうに言われています。では、どういった食事をしていると、乳がんになりやすいのでしょうか。ネットではですね、がんと食べ物に関する、様々な情報が飛び交っていて、何を信じていいのかわからなくなると、そういう状態です。特に最近ですね、ある、特定の食べ物ががんの原因であると、そういうふうに断定するような極端な意見もあります。このようにですね、何々ががんの原因であると、断定することで恐怖心を煽ったりですね、あるいは注目を集めて自分の唱える食事療法やですね、クリニックへ誘導することが目的だというふうに考えられます。乳がんについてもですね、例えばパンや牛乳とかチーズなどの乳製品、あるいは大豆食品が悪いと、そういった情報もあります。こういった情報は 100% 間違いではありませんが、科学的根拠に基づいた正しい情報とも言えません。例えばですね、パンと牛乳が乳がんの本当の原因であればですね、このパンと牛乳を食べない人は乳がんにならないのかというと、必ずしもそうではありませんよね。がんを予防するためには、この食べ物は絶対にダメとか、この食べ物を食べていれば大丈夫ということではなく、普段摂っているものの、全体のバランスをですね、考える必要があります。そこで重要となってくるのが、食事パターンというですね、考え方です。例えばですね、長寿の国や地方の代表的な食事のパターンに地中海食や和食があります。一方でですね、がんを含めた慢性疾患のリスクを高める、そういう食事として西洋スタイルの食事があります。では乳がんになりやすい食事パターンというのはあるんでしょうか。日本人を対象とした研究を紹介します。2016年にブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ニュートリションと、そういう雑誌に報告された論文です。日本人の女性4万9552人を対象とした大規模なですね、 JPHC スタディというですね、多目的コホート研究です。食べ物と飲み物の調査に基づいて、普段のですね、食事パターンを決めて、その後、乳がんの発症について平均で 14.6 年間追跡した研究になります。食事のパターンはですね、健康的な食事パターン、それから西洋型の食事パターン、そして伝統的な和食パターンと、のこの3つにですね、分類したということです。どうやって分類するかというと、全部でですね、147項目の食べ物、飲み物について、それぞれ各食事パターンへ加算される点数というのが決まっていて、その合計点で決めるということです。例えばですね、お米を食べる人ですね、ここにお米とありますけども、このお米を食べる人では、この和食パターンへの点数が加算されると、そういった具合です。健康的な食事パターンの人ではですね、例えば野菜、フルーツ、大豆食品、じゃがいも、海藻、マッシュルーム、それから魚の摂取が多くなっていたということですね。健康に気を使って食べ物にこだわっている、そういう人の食事パターンですね。西洋型の食事パターンの人では、パン、肉、加工肉、乳製品、スープ、コーヒー、清涼飲料水、紅茶、ソース、マヨネーズおよびドレッシングの摂取が多くなっていました。そして伝統的和食パターンの人では、鮭、それから魚以外のシーフード、油の乗った魚、赤身の魚、塩漬けの魚、鶏肉および漬物の摂取が多くなっていました。この3つのですね、食事パターンと乳がんの発症リスクとの関係を調べました。その結果なんですけれども、これらの食事パターンのうちですね、西洋型の食事パターンは乳がんの発症リスクの 32% 増加と関連していました。特にですね、西洋型の食事パターンが最も強い人では、乳がんのリスクがですね、 83% も増加していたということです。またホルモン受容体の状態に関してはですね、西洋型の食事パターンはエストロゲンレセプター陽性、プロゲステロンレセプター陽性の乳がんのリスクがなんとですね、 2.5 倍も高くなっていたということです。一方で、健康的な食事パターンおよび伝統的な和食のパターンではですね、乳がんの発症リスクの上昇は見られませんでした。
以上の結果から西洋型の食事パターンは日本人における乳がん、特にホルモン受容体陽性の乳がんのリスクを高める可能性があると、そういう結論です。この研究ではですね、西洋型の食事パターンのグループでは、他のグループよりもですね、パンとか肉、加工肉、それから乳製品などを多く摂取している、そういう人でした。ですから、この結果からはですね、印象としてはですね、パンとか、あるいはですね、乳製品ですから牛乳とか、そういったものが悪いと、そういう印象を受けるんですけども、ただパンだけが悪いとか、あるいは肉だけが悪いとかですね、乳製品だけが悪いと、そういうことは言えません。ただ昔ながらの伝統的な和食に比べて、西洋から入ってきたですね、こういった食べ物を日常的に摂取することで、乳がんのリスクが高くなる可能性は、あるというふうに考えられます。ですからやはりですね、この伝統的な和食の文化を見直すことが大切かもしれませんね。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。